こんばんは、皆さん。本動画では、お金を要求するガチャ回路を紹介します。幅は3マス、並べる場合は4マスになります。詳しい回路の解説は今回ありません。ごめんね。でも簡単な回路なので大丈夫かな？作る前に遊んでみます。お金を入れてレバーを倒すと、ディスペンサーからアイテムが出る。お金がない時はレバーを倒しても何も起こりません。お金を一気に入れても大丈夫。レバーの連打も大丈夫です。実演に戻ります。連打が早すぎるとアイテムが出ないですが、お金もなくなりません。お金は下のチェストに集まります。組み立てていきましょう。まずはチェスト部分を作ります。ホッパーにつなぐホッパーは横置きにしましょう。中に入れる分別用のアイテムを少なくできます。ホッパーから15の信号を感知できるように回路を組みます。コンパレータの横にレッドストーンブロックを置くだけでいいです。レバーと料金回路で&回路を作ります。レバー部分のリピータの遅延は2以下では連打で壊れます。こちらのパルス回路はトーチを挟まないので難度回路になります。ガチャを遊んだ後に1回パルスを出してくれます。こちらの&回路を完成させてディスペンサーをつけます。パルスをホッパーをロックするトーチまでつなぎます。これでガチャを遊んだ後お金が1減ります。レバーをつけて、ホッパーの中身を入れます。上にダイヤ64個と、ハサミ4つです。埋めるだけなら鉄粒の方が効率はいいですね。これでガチャが1回遊べる状態なので、1回遊びます。ディスペンサーが動き、ダイヤが1つ下のホッパーに移動します。ガチャとして箱これで完成ですね。装飾します。これはお金を入れると音が鳴る回路です。なくても問題なし。先につけるものは音が鳴れば何でもいいです。ディスペンサーの容量を拡張します。何やら中身の見える楽しげなガラスを設置。
ガチャの中身を提示します。適当に明るくして。ディスペンサーに景品を入れます。対価を示します。動作チェック。いかがでしたか？あまりにもコンパクトにしようとするあまり分かりづらい回路でしたか？仕組み派ともかくこういう回路です。では、お疲れ様です。良いマイクラライフを。